親愛なる友人たちよ、私たちはあなたをとても愛しています。暗闇の中であなたの光となるキャンドルや小さなランプがあると想像してみてください。もし風が吹いたらあなたはその炎を守ろうとするでしょう。もし油やろうが少なくなってきたらもっと多くの燃料を足すことでしょう。もし誰かがその炎を吹き消そうとしたらあなたは最善を尽くしてその不快な人物から離れるでしょう。もしあなたが暗闇の中を歩いているならあなたは自分の光を守るためにあらゆる力を尽くすことでしょう。同じようにコントラストの世界では自分の中の光を大事にすることが大切です。自分自身をできるだけ平穏な状態に保つことが自分自身と周囲の人に対する優しさなのです。魂に栄養を与えるようなアイデア、考え、活動、環境によって自分のスピリットに燃料を与えれば内なるキャンドルの炎を燃やし続けることができます。常に自分の置かれた状況を変えることはできませんし、周囲の状況を変えることもできません。しかし、あなたは自分の光が弱まることのない内なる空間に存在することを選ぶことができます。しばらくの間、目を閉じて次のようなシンプルな質問をしてみてください。私の中にいる愛の光のスピリットよ、あなたは今何に集中したいですか、と。そしてあなたの心に何が浮かんでくるかを確かめてみてください。あなたの中に住む愛のスピリットはあなたの世界を創造する愛に他なりません。その神聖なるものはあなたのハートを温め、あなたに微笑みをもたらし、あなたを高めるものが何であるかを常に知っているのです。恐れを感じているとき、この問いに対する心の中に浮かんでくるそのほんの些細なことに驚くかもしれませんが、それにもかかわらず、それらはあなたに安らぎや喜びの瞬間をもたらしてくれるでしょう。何かがあなたを動揺させるときは、こう問いかけてください。私の中の愛の光のスピリット、今あなたが集中したいことは何ですか？と。そして、しばらくの間、その思いに浸ってください。あなたが何かや誰かをどうすることもできないとき、あるいは何らかの状況を、解決することができないとき、立ち止まって、こう問いかけてください。私の中にいる愛の光のスピリット、あなたは今、何に集中したいですか、と。そうすれば、人生のあらゆる課題に対する解決策へと導いてくれるでしょう。この地球上に、すべてが完璧な時代は、決してありません。二人の人間がすべてにおいて意見が一致することはありません。そこは多様性に満ちた世界であり、地球上では何十億もの魂が毎日何百万もの選択をしています。皆さんの世界の中には気分が良くないことがいくつも存在します。それらはあなたを悲しませ、動揺させ、また、無力感を刺激します。三次元のレベルにおいては、自分にできることは何もないと感じたり、無意味で愛にかける行為を目の当たりにし、それに対して、悲しみや怒り以外の感情を抱くことは不可能だと、そう感じるかもしれません。闇を光に変えようと、その小さなキャンドルを無駄に使わないでください。
キャンドルは闇と戦うものではありません。キャンドルは輝き、その光によって闇は消え去るのです。実際のところ、地球上の惨状を見て、怒り、悲しみ、無力感を感じながら一生を過ごすこともできます。しかし、それでは何も変わりません。あるいは、この闇を一時的に見つめ、自分の光を照らすことに意識を向けることもできます。親愛なる皆さん、ビーコンになってください。多くの人々が絶望を感じているこの世界で、あなたの優しさで光が健在であることを示してください。少数派の声の大きい残酷な人々がいるこの世界で、あなたの優しさでその人たちを凌駕し続けてください。道に迷う者、空虚な者たちが互いに叫び合い、恐怖と怒りをかき立てようとするこの世界で、彼らの怒りに満ちた声をかき消す平和の波となってください。目にする者の多くが人々を操るものであるこの世界では、内なる真実という静寂の光を大切にし、自分自身にとって何が正しいかを知り、それに集中することが大切です。親愛なる皆さん、その小さなキャンドルは闇を消そうとしているのではありません。それはただ、輝き、光り、さらにもっと輝きたいと思っているだけなのです。あなたの中の愛の光は、休息し、親切になり、調和し、美しく交流することを望んでいます。もし相手がそうでないときは、黙って、その場から立ち去ったり、ただ、それを観察したりすることができます。多くの人が苦しんでいる時でも、温かい一杯の紅茶の感覚に集中し、その心地よさに感謝してもいいのです。三次元の世界では、止めることのできないものが存在します。それらは、劇の役者たちが新しい役を選ぶまで演じ続けなければなりませんが、あなた自身がそれらの周波数に参加するのをやめることはできます。あなたの内側にはかけがえのない光が宿っています。あなたを喜ばせ、慰め、高め、奮い立たせるもので、その炎を燃え上がらせてください。親愛なる皆さん、この光はあなたのハートであり、あなたの優しさであり、あなたの愛です。それは内なる神聖なものであり、安らぎや快適さ、そして喜びをもたらすものを見つけようと常に尽力しています。ですから、リラックスして受け取ってください。私たちはいつもその炎を私たちの導きで仰いでいます。こっちを見てください。この美しい思いを共有しましょう。それは散歩の時かもしれません。私たちは小さくて貴重な多くの形であなたの光を生き生きと輝かせるのに役立つ考えやアイデア、インスピレーションをあなたに囁きます。あなたに神の祝福がありますように。私たちはあなたをとても愛しています。ジエンジェルズ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。